中谷光雄株式会社中谷堂23年やっております。伝統的な文化でもあってですね、まあおめでたい時にはもうお餅は本当につきもんなんですよね。おいしい。おいしいお餅はですね、柔らかくてよく伸びる、引っ張ったらよく伸びる、もち米っていう米があってですね、このもち米で作るのがお餅なんです。まあ2分ぐらいでしっかりと早くつきます。これでお餅ができます。上北山村全部じゃないんですけど、まあ一部の地域はですね、早くお餅をつくんですよ。まあお餅つき、いろんなお餅つきありますけども、あの一般的には最初から一人がついて一人がこねる、練習、これがお餅つきの練習っていう練習はないですね。まあ1秒につき3回ついてるっていうことだったんです。これは手返しのコツっていうのは、もうこれはタイミングしかないんです。タイミングを取るためにですね、やはり声をかけながらやります。一言なんです。もう真剣勝負ですから。お餅つきはですね、そうですね、誰でもできます。やる気さえあれば誰でもできます。命がけでお餅をついておりますので、おいしいものを食べた時の顔って、こう人間独特の顔があると思うんですが、もうそのお顔を見させていただける、これが一番幸せですね。